どうも、コラキオです。 PC をしばらく使っていると必ず出てくる問題があると思うんですね。それが容量不足問題です。特に PC でゲームを良くする方や写真や動画データを PC に保存していると結構すぐにこの容量問題に直面すると思います。ということで今回は SSD を PC に増設して容量を増やす方法を紹介していきます。初めて増設する方は難しそうだし PC が壊れそうで怖くてできないっていう、そういった方もねいるかもしれないんですけど結構簡単にできるので一緒に見ていきましょう。これからも配信や PC に関する便利な情報を紹介していきますので、ぜひねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。増設する前に2点確認してほしいことがあります。1つ目は PC に SSD を設置する場所があるのか、2つ目はマザーボードに接続する場所があるのかということです。1つずつ確認していきます。1つ目がこの PC 内に設置する場所があるかについてなんですけど、こういったね SSD を入れるところがあるのか確認してください。ものによっては PC に直接止めるタイプのものもあります。続いて2つ目ですが、マザーボードに SATA ケーブルが接続できるか確認してください。マザーボードっていうのはこの底面に設置されている基板のことを言います。今はねこのグラフィックボードとかこの CPU クーラーとかね PC パーツが接続されているんで、まあ、見づらいんですけど、全てのパーツを外すとこのような1枚の基板になってます。既存の SSD や HDD からたどってみると分かりやすいですね。そこにケーブルを差し込めるところがあるんですけど空いているか確認してください。この2つが大丈夫そうであれば増設ができます。今回使用するのはクルーシャルの 1TB の SSD です。これね 2.5 インチサイズの SSD で接続は SATA ケーブルとなっています。SATA ケーブルっていうのは今回増設する SSD やハードディスクっていったストレージ、あと CD、DVD、ブルーレイディスク等のディスクを読み込んだり書き込んだりする際に必要な光学ドライブをマザーボードと接続するためのケーブルです。付属品はこれ本体、スペーサー、あとはサポートの URL が書いてある紙が入っています。スペーサーは主に厚みをつけるために使用するものなんですけど、まあ、これは主にノート PC で増設をするときに使用するものとなっています。 SSD の裏面に差し込み口があります。ここはね2つに分かれてるんですね。で、小さい方が SATA ケーブルを使用してマザーボードに接続するところ、で、大きい方を SATA 電源を使用して電源に接続します。続いて SSD を増設するときに必要なものを紹介します。絶対必要になってくるのが SSD とマザーボードを接続する SATA ケーブルです。これですね。で、これは SSD 購入時に付属していないことが多いのであらかじめ購入する必要があります。 Amazon で何本かセットになっていて販売されてます。続いてあると便利なものとしてこのドライバーと結束バンドですね。ドライバーは PC ケースの種類によっては不要な場合もあります。結束バンドは PC のケース内のケーブル類をまとめるためにあればすごくね便利です。それでは接続方法を紹介していきます。まずは PC のケーブルをすべて抜いてください。電源のスイッチもこれねオフにします。主電源もオフにしておかないと電気が溜まったままになって、まあ、そのまま PC 内部に触ると故障する原因になります。そのため必ず主電源もオフにしてください。そして PC のカバーを外します。今回使用する PC の場合これねネジが簡単に回して外せるタイプとなっています。そしてカバーを外すとこういった感じでねケーブル類がまとめられています。まとめられているケーブルの中に今回接続するね SATA 電源があります。で、このままでは接続できないので、まあ、一度結束バンドを切って接続できるようにしていきます。続いて SSD の設置場所はこの PC の場合だとこの下のね4つのケースのところです。ここのねつまみをグッと押し込むとこのカバーが取れるようになってます。で、ここに入れてカチャッとこうはめる感じですね。それでは SSD を入れて実際やっていきます。フレームにこの出っ張りがついてるんでこれはネジがねいらないタイプになってますね。で、ここにはめて SSD をくっつけます。よいしょ。
はまりました。この SSD を差し込むときはこのカバーを PC ケースに戻したときに SATA ケーブルの差し込み口が手前にね来るようにしてください。こうしちゃうと後からケーブル刺せなくなっちゃうんで必ずねこういうふうに差し込んでください。続いて SATA 電源を SSD に接続します。でこれいろんなねこの端子がこうついてるんですけど、この平べったくて L 字になっているこれですね、これが SATA 電源になってます。なのでこれを SSD につないでいきます。接続します。えい、はい。続いて SATA ケーブルを使用してマザーボードと SSD をつなぎますですね。 SSD と SATA ケーブルを接続します。これをこんな感じ。続いてマザーボード側はすでに接続されているこれですね。 SSD もしくはハードディスクをたどってみるとわかると思うんですけど、大体の場合マザーボードの右下に接続する部分がありますね。この接続口の中であれば SATA ケーブルはどこに接続しても大丈夫です。ただ SATA ケーブルはこの根元部分が曲がったりしているとケーブルの断線や故障につながる恐れがあるので、こうまっすぐに、ね、なるように接続してください。こうカチッとはまった感じがあれば大丈夫です。OK、 はい、これで接続は以上です。接続できたらケーブル類を結束バンドで止めていきます。はい、結束バンドで止めたらあとは PC の蓋を閉じます。これで接続は完了です。続いて今接続した SSD を使えるようにします。 PC の電源をつけてこのドライブを見てみると今新しく接続した SSD が表示されないんですね。でこの SSD を使えるようにするためにはまず新しく接続した SSD をフォーマットする必要があるのでその方法を今から紹介します。まず Windows のアイコンを右クリックします。そうするとメニューが表示されるのでそこからディスクの管理選択してください。そうするとねこういったメニューが出てきます。ここで新しいストレージがつながっていると自動でディスクの初期化ウィンドウが開くようになってます。これですね。もし表示されない場合は PC の電源を一度切ってもう一度 SATA ケーブルや SATA 電源のケーブルを接続し直したり他の差し込み口やケーブルなどを変更するなどしてみてください。まず見るところがこのディスクの選択です。ここで選択されているディスク番号を覚えておくと後で探すのが便利になります。このディスク1ですね。今は次にその下選択したディスクに次のパーテーションスタイルを使用するっていう部分です。ここは MBR と GPT のどちらにするか選択します。でここではね GPT を選択します。ちなみに MBR と GPT の違いなんですけど MBR は最大 2TB の認識制限があってGPT は無制限でディスクを認識することが可能になってます。あと GPT は起動が高速なので GPT を選択してください。続いて下のディスク番号が書いてあるところから、先ほど選択されていたディスク番号を探します。この1番ですね。新しいディスクは上のところが黒くなっていて未割り当てと表示されているので見つけやすいと思います。これを割り当てていって使えるようにしていきます。ここで右クリック、そして新しいシンプルボリュームを選択します。そうするとこういったウィンドウが起動するので次へを押してください。このボリュームサイズの指定っていうところで最大のディスク容量とシンプルボリュームサイズがね同じか確認してください。そして次へ。続いてドライブパスの割り当てってなるんですけどここね特に設定する必要はないので次へを選択してください。続いてフォーマットの選択になります。まず見ていただきたいのがこのファイルシステムっていうところ、ここが NTFS になっているか確認してください。でこの NTFS っていうのは、今 Windows の中では一番主流のファイルシステムで購入時に搭載されているディスクもこちらで管理されていることが多いので特にこだわりがなければ NTFS を選択してください。でその下のボリュームラベルでここ SSD の名前を設定することができるようになります。ここはねお好みで設定してください。
入力できたら次へを選択します。そして完了。そうするとすぐにこの正常になっていれば、フォーマットが正常に完了したっていうことになります。エクスプローラーを起動して、この PC ですね、左のメニューから選ぶと、このデバイスとドライブっていう中にですね、先ほど、名前を付けた SSD が表示されていると思います。これで、増設した SSD が、使えるようになりました。こまぎ、いかがだったでしょうか。結構簡単に SSD をね、増設できたんではないでしょうか。わからないことや質問があれば、コメント欄の方へ記入してください。できるだけねお答えしていきます。で、今回はね SSD でやったんですけど、ハードディスクでも同じ容量でできるので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。これからも PC や配信に便利な情報をね動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。